本日は島根県立美術館にて開催されます菊竹清則参院と建築の関連イベントオンラインパネルディスカッションの「菊竹清則の心と手の記憶参院の建築への挑戦」というところで3名のパネリストの方をお呼びして始めさせていただきたいと思いますすそれれででではまずご紹介ですけれども遠藤翔さんです。 えと遠藤さんは東京の生まれで早稲田大学を経て1955年ですねに菊田清則建築設計事務所に入所それから40年近くにわたって菊池事務所に在籍しておりまして96年に遠藤商館建築設計室を設立されております。年年には今年ですね東門建築会の特別功労業績賞を 受賞されております。またあの主な著書ですね。で見る測る建築あの2000年に東東出版からあの出版されておりますけれども、そういうような書籍で手書きの図面などあの多くあの収集しておりますあの著書もありますので、ぜひご覧いただければと思います。続きまして長谷川い子さんです。静岡県の生まれで関東学院大学 それから65年ですねに菊け事務所でに入所されましてその後東京工業大学で研究を経まして79年に長谷川逸子建築計画工房を設立されております。1986年には日本建築学会賞また一連の住宅で日本文化デザイン賞を受賞また92年藤沢市の湘南台文化センターで BCS 賞。 2000年には第56回日本芸術院賞公共建築賞を受賞など数多くの受賞作品がございます92年にはハーバード大学にて客員講師なども務められております続きまして内藤博さんです 横浜のお生まれで早稲田大学を経て76年にスペイン・マドリッドのフェルナンド・イーゲーラス建築設計事務所に勤務後79年に菊武事務所を経て81年株式会社内藤博建築設計事務所を設立されました2001年から東京大学で教鞭を捉えておりまして2011年から東京大学の名誉教授を務められております 作品では三重県鳥羽市立海の博物館の設計で92年日本建築学会賞また第18回吉田磯谷賞芸術選奨新人賞美術部門などを受賞されております。また高知県の牧野富太郎記念館で第13回1999年度村の統合賞を受賞されております。また 最近では岩手県の陸前高田の高田松原津波復興記念公園国営追悼記念施設の設計で芸術選奨の文部科学大臣賞美術部門等を受賞されております。このように数多くの受賞作品がございましてまた島根県の益田市には島根県芸術文化センターの作品などもございます。 本日はあのどうぞよろしくお願いいたします。で本日はですねえっとコロナのあの関係であのまあ本来ならばまああの皆さんをこう呼びしてあの開催する予定だったんですけれども今無観客でオンラインのまあパネルディスカッションとしてあの記録をまあ撮影させていただいて皆さんに。 YouTube 等ですねで配信をさせていただく予定となっております。それではあの実はですねあの三名の方たちはあの今あのご紹介しました通り、遠藤さんはまあ55年に入所しておりまして、長谷川さんは1965年、内藤さんは1979年と。 入所時期が異なる時期に菊竹事務所に在籍をしておられました遠藤さんは40年近くその後も在籍しておりますけれどもその菊竹事務所の入所時また在籍時の印象等も多少こう見え方が異なってくると思います で2015年にはですねあのそういうあの菊武事務所の元書員の,の方々のこう手記をまとめた菊武学校ですねに細かくあの皆さんの記録があの書かれておりますけれども、まあ、今回はあのその中で大別していきますと、まあ、世代のお入所時のお時期の異なる3名の皆さんから書くその時のですね菊武さんの まあ設計事務所の様子ですね。そういうところ、あのまずはお伺いしてみたいと思います。でまず最初遠藤さんにあのお伺いしたいんですけれども、あの久武さんはまあ参院の建築をまあ数多くあのまあ設計されておりましたけれども、そのきっかけとなったのがまあ後の島根県知事を務められましたあの田辺長昌門さんとの出会いがあの一番。 大きかったのかなと思いますけれども、菊竹さんと田辺さんのこう出会いっていうのはどういうところに始まったんでしょうか。あの菊竹さんと田辺あのさんの出会いっていうのは、の石橋さんがあ菊竹さんがあの来る前に石橋文化センターっていう公園を作りまして、その中に石橋美術館というのがありまして、それがあの基本設計が あのブリヂストン創立者の石橋正次郎さんが書かれたんですけどその基本設計をもとに菊田さんがあいろいろ工夫されまして、えー、予算もないことだったし、えー、展示室とかあの収蔵庫とか大切なところは空調をしたんですけどあとはあの全部自然通風自然,自然再興そういう形で設計をされまして。 でえー、ある時あの島根県から田辺さんをブリヂストンの石橋さんがあの招待して工場久留米市の工場を見学させたんですね。で見学してその工場だけじゃつまらないと思いましてその美術館を案内したんです。でそのの時田辺ささんがあのびっくりされたのは やっぱり自然最高自然通風でこういう近代美術館ができてるこんな素晴らしい建築家はいないとそれで自分が将来近いうちに島根県の知事になるんで知事になると建てたい建物があるんで是非その方を紹介してくださいって言われましてそれでしばらくして知事になって石橋さんの紹介で菊竹さんが田辺をんで 長右衛門さんにお会いするっていうことになったんです。あの、えっと、石橋正二郎さん、まあ、五十年代に、あの、多く、あの、久留米で。あの、菊竹さんに、こう、まあ、いろいろ設計の仕事をご依頼、あの、されてたと思うんですけれども。その中で、こう、非常に印象的な、まあ、えー、石橋文化センターなんかは。あの、かなり面白い、あの、設計の試みなんかも、あの、されておりましたよね。はい、石橋文化センターは。 あの新築はあのその美術館だけであとはあの会館がありますあそれからあの、えー、と体育館がありましてその会館と体育館は体育館は陸軍の格納庫の,あの解体した鉄骨をつか作って作りなさいとそれからあの会館文化会館という会館がありましてそれはブリヂストンの 古いあの木造の工場を解体したその材料で作ってくださいということでそういうあの解体してあの古い建物あの材料を使って新しい建物にするっていうそれが菊さんんのの最初の仕事だったんですでその後あの石橋庄次郎さんが、えー、田辺長右衛さんをまあ紹介といいますか。 にあの菊竹さんをこう、まあ、出会わせることによって島根でのこう仕事がこう始まっていいくという、はいはい、で島,島根の,あの,美術あの仕事が始まったのはあの、えー、と菊竹さんがまだ陶工園を作る前で、えー、とそこにあの流れ正之さんという彫刻家がおりまして。えー あの。庭を設計してたんですね。設計と、あの造園を知ってたんです。で、その流れ先生。さんが。あの、菊滝さんが、あの島根で、えー。仕事を取って。知りまして。それで、いきなり。松江に行ってですね。タクシーに乗って、えー。知事に会っても。あの、何にもならないよって。で、菊滝さん。あの、米子は。 あの鳥取県にあるんだけどそこで止まってですねそれで島根までその当時タクシーで2時間ぐらいかかったと思うんですけどそのタクシーに乗って島根のいろんなものを降りて観察したり話を聞いたりしてそれであの松江に入ればあの田辺さんときちんとした話ができるんじゃないかっていうことで。 そういうアドバイスをしまして菊田さんは素直にそれを実行してそれが成功したんですね。であの島根県のあ島根知事にお会いしましたら知事は菊田さんのことを60歳ぐらいの建築家だと思ってたのがあの会ってみたら25歳の若造だったんでこれは人選を間違えたんじゃないかということで今から帰るわけにもいかないんだから。 行かかないからあの自分でよくあの悪いところがあったらこう指導をしようと思ってそれででさんんをあの特別に観察しだしたんですところが菊田さんはタバコもお酒も飲みませんし古都建築に関するとすごく真面目な人ですからその仕事ぶりにほれこりましてそれでこの人だったら、まあまあ、まだ何か立ててもらいたいものが あ,あ,りありそうだって言って考えてあの出雲大社に連れて行かれてそれで出雲大社の蝶野の屋があの火事で燃えた後だったんですで、えー、いきなりあの菊武さんに「あの出雲大社の蝶野屋をあ,あなた設計してください」ってただし条件がありますで条件は何かっていうとあの火事で燃えたから燃えない建物を作ってくださいねっていうのが あの、その。出雲大社町内会の、設営の始まりだったんです。ちょうど、千九百六十三年。頃。ですかね。六十。そうですね。六十。あの、そのくらいですね。その頃は。あの。小さいんですよね。みんな。手の上に乗っかっちゃうぐらいの、小ささで。本当に、あの、一晩か二晩。徹夜すると。できちゃうような。 建物ばっかりでしたからほん、本当にあの記録を取っていませんけど、1ヶ月ぐらいで全部プレゼンまでできちゃったんじゃないかと思います。まあちょっとあの常念庵のあの話です。とか、もう少しあの後ほどお伺いしてみたいなと思うんですけど、えっ、ー、とちょうど。 長谷川さんは65年に入所ということですけれどもその前に京都の国際会館の模型のお手伝いなんかで実は入所される前に菊武事務所の方でアルバイトですかインターンのような形で関わっていたかなと思うんですけれどもその当時はそれからいろいろ菊武さんの設計ですねに関わっていくと思うんですけれどもその頃はどういう ようなな形でで設計んんかかかをこうあの携わっていかれたんですかね私ねあんまりあの希望してる学校に女性だからって私の頃は理工学部とかそういうところに女性は行ってはいけないみたいに東大でも京大でも調べると字が女性がいない行ってはいけないってそういう時で。 もう全然違う目的で横浜に行って学校行ってなかったんですよ1年2年ほぼ。で2年の終わり頃に建築家に進む人の課題が出て小住宅を設計するっていうもう全く分かんないのに、えー、ヨットハーバーであの船の設計してたんでそこにあったバルサで作って友達に持ってってもらったら担当教授が。 早稲田大学学っったた生会議の模型展というところを出した出し,てしまったんですそしたら菊田さんが見られて直接電話してきたですねちょうど学校にいたんですけどあの「国際会議場というコンペがあってバルサで模型を作りたいので手伝ってほしいと」とちょっとびっくりして「設、え、計、ー、事務所なんか行ったことないから」って言いながら言われるまま行って手伝って。 まあお礼はスカイハウスを見せていただいたという非常に興奮なことがついてたんで前から見たかったのでまあそして3年生になると今度なんかまあスタッフが少ないんでしょうね「朝川のアパートの設計手伝ってくれ」って設計なんてしたことないのに割と大きくたくさんんって強行なんですねで行きましたそれでなんだか <laughs> 設計してしまいまして。 ここのの展覧会と汚い私の爪に出てびっくりしましたけど、ねでまあその時こうボイドスラブだフラットスラブだって北口さんが言うの初めてそういう言葉も聞くくらいの学生でしたからもうびっくりしながら1か月設計をしてその時ちょうどなんか3年生なので将来どうするかなと考えた時設計事務所って案外面白いんだなと。<laughs> <laughs> いうように思って遠藤さんみたいな人がいらっしゃるしねなんかおっかないけれども面白そうだと思ってまあそだけど勉強してないので芸大の大学院に行く手続きをしてしまってそこへ行くつもりでいました北木さんがなんかもう四月間際になってうちの事務所に来るんですよねって電話がまた来たのであ,あ入れてくれるんだと思って結社損するけど行こうかなっていうことになって行きました だからあのなんかたくさんのところに入って建築は勉強した本当に学生みたたいなものが入ってったことになりますところがその最初の仕事が「桃公園の天皇陛下が泊まる部屋の家具とかインテリアを設計してください」って言われて「正直衝撃的でしたね考えます」とか言ったら「 近くで聞いてたや伊藤とよが贅沢なことを言うっておこってります <laughs> そこが始まりです。ありがとうございます。じゃああの続きましてあの内藤さんに伺いたいんですけれども、はい、内藤さんはまあ吉坂県を早稲田大学で、はい、あの卒業されまして、でそれでスペインのマドリッドの、はい、お事務所に、えー、2年間。 はい、行かれてそれから菊竹事務所に入所されたわけなんですけれどもあのこの菊竹学校の,あの書籍の中ではあの自分は不良書院だったっていうようなお話もあの出てきますけれども不良書院もいいところですけどねどういうようなもともとですね <laughs> 僕が菊竹事務所に行ったのはあの、えっと、スペインから帰ってきてあのシルクロードを通って帰ってきて。 1> 1年ぐらいい仕事ししないつもりででブラブラてたんですだから吉坂先生から電話がかかってきて「お前何してんだ?」と「出てこい」というので先生に会いに行ったらいろいろ話をしてたら「どこどっかなんかやっぱりちゃんと勤めた方がいいよ」って言われて「君はなんか行きたくない事務所はどこだね?」って聞かれてあじゃあ、ね「自分に向いてない事務所はどこだね?」っていう,うに聞かれて。 多分菊田家さんとかは向いいいててないと思いますすって言っ言たたんですよただその横にある電話機をねいきなり取り上げて菊竹さんに電話して「あ,あなんか変なやつがいるんだけど面倒見てくれないか」って本人の承諾なしに電話をかけて「菊竹さんはもう明日から来てください」みたいな感じでちょっと時間をもらいましたけどそうやって僕菊竹事務所に入ったんですで。自分がが本当に適性あるかかどうかも よくわからなくて。で、多分遠藤さんにはですね、ものすごい迷惑をいろいろかけてると思いますけど。あんまり正しい書院では。なかったっていうか、不良書院だったと思います。そ,その時は、どういうような、あの設計を、まあ、担当されたりとか。<え>その時は、まあ、人数も少し。多かったですね。四十、ね、人。から五十人の間ぐらいでしたけど、菊田さんも。 まあこれは遠藤さんに聞いた方がいいと思うんですけど迷ってたと思いますつまりもうちょっと大きく事務所、まあ例えば黒川さんのところなんていうのは100人とか200人とかっていったそういうふうに人数を増やすかあるいはその前川事務所みたいに大体20人ぐらいにもうちょっとコンパクトにするかっていうようなところで菊田さん常に僕がいた頃は迷ってたような気がしますね。あのまあそんな時期だったので,で仕事としては えーとパーキングエリアのサービスああ、えー、とサービスエリアあの高速道路のサービスエリアの仕事をしたりいくつかやってそれから池袋の整備百貨店の10期計画っていうのがあるんですけどそれのファサードをやったりそれから福岡の視聴者のコンペを担当させられてそういうのをやったり何か あのあんまままりり大しした仕事してないいいいなとと思いますす、はい、がとうございますあの当時その今内藤さんがおっしゃってたあの、えーそのまあ、どういうふうにこう事務所を大きくしたいとか、まあ、人数の話もそうですし、まあ、プロジェクトをどういう方向性で持っていくかみたいなお話があの非常に菊竹、まあ、事務所は特有といいますかあの面白い点があのいくつかあるかなと思うんですけれども。 例えば「なんか,か」「かた」かた「形まあ有名な方法論の、えー、三段階方法論がありますけれどもその方法論、まあ、63年頃にこに出てきた方法論の中でそれを実は何かこうチームに置き換えて「か」のチーム「かた」のチーム「形のチームこう,こういうふうなあの、まあ、分け方で次第に庶民の方たちに仕事を割り振るといいますかグルーピングをこうされてったっていうような。 あの話がありますけれどもそれは遠藤さんは例えばどういうふうなあの視点でそういうのをこう見られていましたかねあの先ほどあの内藤さんがおっしゃられたようにあの菊田さんは迷ってたんですね大きいあの設計事務所にするかそれともあの自分が目の届くあの人数の事務所にするかでその当時まあ内井さんもおりましたし。 事務所はもうほ,ほとんどあの20代の前半の人たちなんですね僕が二十歳ぐらいで内ちさんが22ぐらいとかみんな若くてそれで30歳定年説っていうのを作りましてね30歳になったらみんな辞めて自分で独立するんだっていうそういうことまで年年代代ねです私が入る前ね。 言われましてねそれで,、うん、でその後だん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 人が増えてきてそれで仕事は来るのもその後から後から来るわけじゃないんですね。一つ入ってしばらくしてからまた一つっていうんでそれであのえっ、ー、と菊田木さんの設計のかか形をですね、えー、踏襲した。 あのえー、と携帯チームとかあのなんだかあ、えーとえー、とそういうあの3つに分かれてそれでそれぞれ、えー、と誰がどこへ行けっていうわけじゃないんだけどなんか好き,好き者同士が全部集まってそれで一つのグループができてそれで始めていったんです。でそれのあのきちんとしてやったのが 萩市民会館だったんですね。で、ハ市民会館のあの建築文化に発表したのにはそのあの三段関東法のあのチーム分けが全部あの細かく書いてあります。例えばえっ、ー、とその頃長谷川さんなんかも例えばそういうようなチームにこうハイライトんですか。それとも全く別で<や>別舞台というのですか？私が入った時は、うん 私がスタッフの10人目9人いて私が10人目次に千田万がちょっと遅れて入ってきて千田満さんが11人目で1年間は次の伊藤さんたちが5人入ってくるまでは1人ずつ取ってたようです1年に。ですから私は10番目でした。でなんかあのスタッフの数がこれだけで。 こんんなたくさん仕事するのかと私はすごいたくさん仕事が来てる時にいましたからあの東高園が終わるなりたくさんからあの都の城のスケッチとか頼まれたり次々になんかこうファーストイメージかけって隣に座らされて書いてたのでな,なんていう忙しさだろうと思う中で5年間過ごしましたからね。たただ伊藤さんたちが5人で入ってくると この勢力がすごくて事務所がガタついた覚えがありますなんとなくコミュニケーションが悪くなるなんか私は菊武さんとしかコミュニケーションがしてなかったかなと思うくらいだんだん他のスタッフとのコミュニケーションが悪くなってきましたね10人いる中に同期の人が5人入ってくるんですよね5つの大学からこれはなんかなかなかの勢力で 菊池さんも戸惑ってる風ではありましたね。うん。六十<で><に>年代のね、菊池事務所ってすごいですよ。十数人で、で,、ね、でほとんどの人があの内井さんはじめねなんか武者さんもいて土井さんもいて長谷川さんがいて伊藤さんがいて富永さんがいてあそうそうそう藤斉藤さんがいてとかね。すっごいメンバーですよね。でまああと千田さんがそれですがそうそうあの。 ほとんどそれで全,全員ですから、ね、なんか <laughs> 奇跡的な僕はスタッフの構成だと思いますね60年代はそうですね私が入った年はすごい仕事してましたねみんな、はい、遠藤さん現場にいましたけど <laughs> 世界でもないんじゃないですかねあんだけの精鋭が揃った本当にこう精鋭部隊っていうような形で。うん あの60年代っていうとやっぱり結構こうえ作品集なんかでもこう大々的に取り上げられたりとかまあ今でもいろんなこう雑誌等であの紹介されているようなあの作品が非常にまあ多いかなというふうに思いますね。例えば63年なんかまあ出雲大社長の屋があって64年に東校園。 岩手の教育会館ですとか今の話にあったあの都の城市民会館とかあのかなりこういろいろなあの、まあ、63年頃に方法論をこう提示されてそ,、まあ、それをこう実践されてるっていうふうな見方もできますしあのいろんな、まあ、作品のまあ 見方といううのがでできるかなと思うんですけれども例えば三円にこう限って見ていくと実はこう菊武さんの作品っていうものはあの非常にこう明確なあの象徴的なあ決まった形っていうものがないようにも見えると思うんですよね。だまあ、もちろんこう懸垂されるようなあの構造体の建築であるとか、まあ、そういう特徴はあるかなと思うんですけれども例えばこうエーロ・サーリネンのようにあの 建築の形それがこう各場所ごとによってこう、まあ、変化していくというか全く同じ形を、まあ、例えばコルビジェのように同じようにこう作っていかないというような、まあ、そういう,う面白さみたいなものが、まあ、特にこう60年代には現れているかなというふうに思うんですけれどもそれはどういうふうにしてこの書院の人たちもこう増えていきますしあのどういう,うまあ 手法でと言いますか考え方でそういう形っていうものがあのそれぞれに生み出されていったと思われますか、ね、例えば遠藤さんなんかはあの現場であのよくあの変更しなければいけない部分があったとかなんかそういうあの最終的にこう形を決める手がかりみたいなところはあの菊武さんとのこの問答といいますかそういう話し合いの中でどこにこうどういうふうなあの 手法でと言いますか。さん,ね、さんは。方法論は。あの。出雲大社終わった。ぐらいの時から。あのスカイハウスの上でですね。えっ、ー、と、ずっと、あの。考えて。えー、ね、いろんな。ことを練っていました。それで、えー、あのそ。その頃は。こう、ちょっと細長い、こう。ぐるぐる回るようなやつで。その次は、こう、丸いようなやつで。で、だんだん、こう、三角になって。 ですね。それでその菊竹、えー、あの建築方法論というのを菊竹さんが作ったっていうその菊竹さん自身に自信ができたんですね。そうするとねあの僕もそれを一つ持ってるし内山さんも持ってるし内藤さんも持ってるし長谷川さんも持ってるってだからその中には形はないんですよ。ですからそう自由なんですね。でそ,それを持ってるっていうことで菊竹さんは商有を 信頼されされ,たされたんですね。ですからあ、あんまり自由だったんですよ。あの、で、菊田さんはこれやれってね、強引に。こうやった、これをやんなさいっていうのはなかったと思うんです。それから、あの、設計図が、あの、できますね。それで、入札しますね。で、入札すると、その入札した図面を。その、設計している中で、元気のいい人が。 担いで現場に行くんですよでそれをそのまま作ってきたらもうクビなんですよ。でそれを元にしてその持ってった人がそこであの自分の考えたことをその建築にぶつけて完成して帰ってこないといけないっていうふうに僕は思ってたんですけどね、えー、みんなもそうだったと思うんですけど。なんかこう菊武さんが最初からこうスケッチで えー、出されてでそれをこう例えば作りなさいとかそういうこととかは例えば長谷川さんなんかそうあのやりとりみたいなのはあのあったんですかね。なんかね。ないですかね。きたきさんの後ろの大きなテーブルに座らせてて最初の都古の城について私に話をして構造は一点集中設備も一点集中地盤が悪いからとかまあ、情報をくれて。えー ここちでスケッチしてちょうだいとか言ってねするとねスケッチ持ってっちゃうんですよね <laughs> で夜どうも見てるらしくて自分のこう形に多分見直してるんだとそういうことは何かあって一番困ったのはあの萩のホールの時市民ホールの時に北木さんなんかねいろんなとこ家具,や家具とか私も設計して見に行く時は。 北く,くさんと車に乗っていく、えー、パシーク茅ヶ崎のホテルとかだと近いから車で一緒に行くとにかく女性は現場に行ったらいけないってすごい過保護だったんですよきたくさんが連れてってくださるんですねでなんかそのためになんか聞く,聞くんですよね私が割と素人っぽいから変なこと言いそうな人で聞くんですで 「あの今ある萩の視聴者どう思う?」とか「いやもうなんかすごいコンクリートでできましたね」ぐらい言ってるんですけど将来君は建築家になったらどんな建築を作るって帰りに言われた時私はこう近くに造船所があって船の鉄板を加工してるのを見てきてなんか鉄板みたいなので建築をこう作るんだって話をしたら事務所に着くなりスケッチが来て。 明日のの朝までに君このスケッチをなんか100分の1ぐらいで描いいででててくれないかって言うんですよねそんなのに10時間ぐらいでそんなものを描けますかって言ったら描ける範囲でいい明日遠藤さん帰ってくるから渡さなくちゃいけない」<laughs> 遠藤さん怒るだろうな」って怒りましたけど <laughs> すごいなんかもう見積もりも取って現場入るばっかりの。 萩市長者を市鉄板で作ることに変えちゃうんですね。市民平安の図面があってそれであの短い方の断面なんですよ。で小さいあの,あのサービスの、えー、建物が両端にあって真ん中に母体の船があってねそれをシ,シングルの鉛筆でこう書いてそ,そ,それで 僕の机の上置いてあってでそれからがあのあの船の萩の設計が始まっていったんですけどね予算がないんですよ何しろだからあの最初は萩の石を全部外壁に張ってたんです年上まで,でも。とてもとてもあの予算がないもんですから結局萩の石を。 打ち放して、ね、内の,あの6メートルの壁にしたんですがでその上の,あのこう天蓋はう作るあの材料がないもんですから2 3ミリの鉄板を曲げて1枚で終わったんですねで音楽ホールですよでその、えー、と音響を永田稔先生があのやっていただいてで確かにあの 外の音が聞こえんですあの普通の音は聞こえないんですけど救急車の音なんか聞こえるんでねでそれでやっぱりあの市から文句が出たら「それが都会の音楽ホールだ」って <laughs>、ね、でこ,こういう音楽やってる時 <laughs> 救急車がやってってね <laughs>、うん、そ,それで反響が悪いって言ったらそう言ったら反響はあの舞台のすぐ,、うん、すぐ前のね あの高いところに垂直の壁をガラスで作んなさいって言ってそれで終わったんですよね。だからもうそ,そういう感じで設計していましたからあの失敗はないんですよで誰も失敗って言いませんからもう常にあの日本一世界一っていうふうにねでそれでまあやっぱり世界一を狙ってましたね。で 僕の記憶が悪いと長谷川さんに怒られちゃうんですけどその萩の断面を書いてやめちゃったん私、ま、いや<あ>まだもうちょっと言いましたもうちょっとですが <laughs> はいあ言いましたいや内藤さんはねや,やめたと思ってるのは遠藤さんが新しい鉄板の子スケッチを書いて たくさんに渡してたくさんが遠藤さんの上に置いてこれ誰かいたんだって叫んでるところへ事務所入ってって誰かが長谷川だったらものすごく怒ってきたんですよね勝手なことするなみたいに、<laughs> もう怖かったですね <laughs> <laughs> 内藤さんはね <laughs> あさっきあの軽い気持ちであの池袋のあの西部百貨店って言ったんですけどあの端一番端,端はあの 駐車場なんですね一番東側が一番西側は全長3 0 0ルの,あの,その外,外壁をね外装を全部変えるようにってでそこもあの自然再興とあ自,然自然空調をやるっていうんであの大きい、ね、ダクトを作ってあのジャンパーを作って今形に出ていますけどね実際はそ,それはできなかったんですけど。 その時内藤さんが書いた三百分の一かな、すごい綺麗なこうあの立面に色つけたんですね。それ見た途端にあこの人すごい人だと思って。いや本当にいや今でも探してるんですよ、あれいくら探しても出てこないんですよ。<laughs> あの時でも僕は菊田さんがすごいと思ったのはまあ。 言ってみると既存のビルの改修なんだけど、あの避難のためのバルコニー作りたいって言ったんですよね。あのこうほとんどボックスになっちゃうので、だから僕はああいうなんか北野さんのアイデアの出し方ってね、やっぱりすごいと思うんですよ。そのためにこうエレベーションがでこぼこするんだけど、でも避難の場所を作りたいいざっていう時はここから逃げればみたいなのって普通考えないですよね。 か早かったですよね。1980年ぐらいのことなので、だからあのあいそういうところはね、なんていうんだろうな、時代の先行ってるっていうかね <laughs> あの、今にして思えばっていうところはたくさんありますね。76年あの西部の大津のショッピングセンターなんかもあの市場階段がこうすごくこう、うん、張り出したりとかして。うん まあそれだけでこうなんか新しい造形みたいなものがあの生まれてるかなっていうような気もします、ね、あれも避難を形にするってことですからねだからあれ遠藤さんが中心になってやるあれはあの西武で高槻っていうところで大阪で火事になったんですね西武で何人かお亡くなりになってあの西武百貨店がびっくりしましてねやっぱりあの建築はあの 企画する人から始まらないとやっぱり大きい事故が起こるんじゃないかということでそれで初めてあの大津のビルが菊田さんのとこに来たんですね。でやっぱり菊田さんはあの小さい時から筑後川の氾濫を体験してるもんですからそのやっぱり自然災害の怖さを知ってるんですね。でであのやっぱり何しろ一番大切なのは 人間の命だということで,であれもあの光のある方へ逃げれば全部助かるっていうそういう思想であの設計し始めたんですあの、えー、と例えばあの長谷川さんはあのホテル投稿編の時にあの家具の設計なんかもこう担当されたりとかしてあの例えば建築の躯体とかそういうことを だけじゃなくてあの、えー、そういうい寝室ですかね寝室とかそういうベッドの,あの部分の投稿園の設計ですとかそういうちょっとこう肌に触れるようなあのそういう部分とかあのもうちょっとこう身体的な部分のデザインなんかも菊武事務所では多く設計されたかなと思うんですけれどもあの今大きい建築の話と、まあ、それとこう例えば対になるといいますかそういう部分ではどういうこととかを 私ね一応内井さんのもとの型っていうところにいたんですよ。ええ、な設計図書くとこなんでですすごい忙しし現場の人でしょ <laughs>、ええ、あと「蚊」っていうところに、ええ、あの都市計画的なこととかコンセプトを作る人がいて、はいえー、なんかその、えー、すごい片方で家具とか照明とかテキスタイルも織るのも川島織物に何度も行って絨毯とかカーテンとかないんですその頃 照明器具でもたくさんが気に入るのはメーカーに。で私がデザインしてからメーカーがカタログに乗せる許可を得てくるくらい。うん、で、もう本当物を作らなくちゃいけないんです家具を。でもう困った時には田中一郎さん、淡和さんのところ行くんですが先生たち忙しいから私呼びつけるの同日なんです。私本当に休みなかったんですね。で、すごいインテリアや家具やりながらこっちで展開図とか。 なんかそういう外観図ぐらいをうちさんに書かされてましたからねすごく忙しくてもう体悪くしてやめたんですよ <laughs> 本当に痩せちゃって <laughs>、うん、なかなかとなんかなんだろうな大勢になってきたのに機能してる人は少しでしたねやっぱり当初私が入ってくまでの人でだからみんなすごい働いてましたね。えー で今何質問ですか, <laughs> なんかその例えばああディテール的な部分そうそう私はねあれはね,ね自分にとってあの家具を設計するとかもうテキスタイルから照明まで作るっていうことはもう実に後で考えると恵,恵まれてたことであの公共建築作ると家具全部自分で作ってきたしいろんな素材も新しいものを探すことも やっぱり事務所でその展開図を書くときに考えてたもんですからなんかそういうことを全部頂い,いてきて石原県に行ったらあんまり有効じゃありませんでしたけどあの自分で自立してからはとても有効なことだったですね特に吉瀧さんは私にやっぱり生活ってことを語るんですよ。普通の生活とか やっぱり建築の表をやってる人とは語らないことを普通の人がこの椅子に座ったらどう感じるかとかねそういうことを語るので私はやっぱりそういう視線も菊武さんを持っててそれもいただいてきた感じがするんですねだからいろんな仕事をさせていただいて私忙しくて菊武さんの本っていうのをざっとしかいつも作品集で持ってても 見る日、読む暇がなかったんです。で、きっか事務所になって。二年間は学生でしたから、あとは助手ですけど。ずーっと本ばっかり読んでました。で、初めて菊田さんの本を読んで。あ私、こんなに影響を受けてたんだっていう自覚をしましたね。ええ、だから、あの。篠原先生より考えると。あの、菊田さんに影響を受けてたことを。 後で確認する思いがしましたね。はい。なんか当時こう篠原先生とあの菊竹先生をまあこうあわ合わせると言いますか <laughs>、あの一緒の場所にこうねあの食事をなんかされる機会があったっ。したんですよ。<え>あのね、ええ、菊武さんって正木先生しか知らないんですね。篠原和夫っていうのを東京大にいることがちょっとびっくりでしたけど突然正木先生がやってきて。 菊琢さんから今電話あったけどあの事務所へ戻れって命令してくださいって言ってきたから戻ってやんなっていうようなことを佐伯先生言いに来たんですその時部屋に篠原和夫いたんですよねでででなんんか怒ったんですね <laughs> でよくもうなんかすごい感じでしたんであれですけど会、えー、いたいと篠原先生が言い出したんです。で北さんに電話をしたら ちょうど少し先に3週間ぐらい先にあの2人が学会でそれぞれが対談ではなくてレクチャーをするっていうプログラムがあるのでそれ終わったらあのおしゃべりしましょうっていう北多さんから提案があって篠原数は酒飲みです北さんは飲ままないあまりでもホテルの場合って話を始めるとなんか衝突するんですね、えーえー、<laughs> 言葉が。 同じ世代なんですよねほぼでもなんかその民家論から「あの篠原和夫も民家やってんだから」って言って北木さんが民家論から始めるんですけどもう民家なんか置いてきたっていうことになっちゃうんですよ先生篠原一三は。<laughs> あとなんか、えー「昨日は空間を」っていうような「捨てる」っていうような話をすると。 そして大きなな自由を獲得ししてて変化いいくものなんだという大社建築でいいんだみたいな話をするとですねもう篠原先生はなんかもう初原的な建築こそなんかこう機能っていうのはがっちり組まれてるんだとそんな変更できるものではないというようになんかわざとのようにあの <laughs> なんかすごい暴言を吐いてなんか相性悪そうだね相性悪いって本当にその時思いました。<laughs> それで私ね助手になったんで次の年に大学院生に篠原一夫と北菊清則が文章の中で空間って言葉をどう使って機能っていう言葉を環境って言葉をどう使ってるか自然っていう言葉をとかいうようになんかコンピューターの大仕掛けなのが東京大に入ってきたんで分析させたんですね。ことのほか違ううんですねどうしてて住宅を作ってる人と 都市建築を作ってる公共建築を作ってる人となんで言葉の使い方がこれほど違うかその衝突した原因が分かるような思いの <laughs> 論文を書かせてしまいましたけどねだからやっていた大学院生たちもびっくりしてましたね割と大学院生その頃聞くだけ不安多かったですからねまあそんなことを経験しましたね東高大に行ってからはい。面白いねそれ <laughs> 正規の対談だねきっと。そうですね。バーでやってましたけど。<laughs> 私ね、菊竹さんでここに座らせるんですよ。菊竹さんじゃあ篠<れ>原和夫そ録,録音でも撮っといてくれたらでき適当ね。菊竹、ね、さんじゃない篠原和夫が通訳をしてくれるんで、<laughs> わからんって言ってここに座らせるんですよ。参りましたよね。でなんか菊竹さんもあまり飲まないのに。 なんかちょっと興奮して、ずいぶん飲んだように、後で奥さんに聞きましたね。悪いことしたなと思って。先ほどの遠藤さんのお話ですと、菊竹さんは全然飲まれなかったみたいなん。そうですよね。えー、コマーシャル絶対みんなに笑われて、やめちゃいましたからね。えー、なんか、例えば、まあ、そういうあの、その時代の建築家と、まあ、菊竹さんのこう。関係性とか、そういう話すごい、あの、面白いかなと思うんですけど。吉坂さんと、例えば。 菊武さんっていうのはあのなんか一緒にこうなんかこうお話しされたりとかそういう場面にこう出会われたことはないですね。ないですね。ほぼないですね。ないですね。なかったけどなんか割と親しいみたいな感じだったですね。ま僕,うん、僕にはあの吉澤先生とは仲いいって言ってましたよ。うん、<で>なんか通じるもんがあったみたいな。<laughs> 僕は吉澤先生のとこから菊武さんのところに。 まあ言ったみたいなもんですけど、うん、あ,のある時吉坂先生が外国行ってお土産買ってきたんですよペリカンのねこうペンをでみんなにあの渡してんですねそ,それで僕は菊池事務所にいたからもらえなかったんですよでその夜ね僕吉坂,吉坂先生のとこ行ってそのお土産もらってくるからって言って。 出かけようとしたら菊田さんによ呼び止められて君、うん、より僕の方が吉坂先生はよく知ってんだからいや吉坂先生のところにねもうあの僕が行っちゃうと思ったんですねですごい誤解してお怒られたことがありますよ <laughs> もう全然僕あのこういうシャッペンシルもらいに行くだけで あのそ、そんな目にあったことありますけど。仲はいいって言ってました。なんか、でも、あんま対談とか、なんかしてないでしょしていないですね。ね、なんか、あの、私が。吉高先生と対談したり。あの、えー。緑ヶ丘の家を見学に来てくださったり。いろいろと、ちょっと付き合ってる。うかお会いする機会がたくさんある時があったんですけど。篠原和夫の話はするんですよ。うん。北区さんの話をすると。うん 何かあのあんまり返事がないので、ちょっと不思議に思って、とても仲いい二人だろうと思っているので、でもどっかで、ね、すれ違ってるかなと思いましたねその時、そういう感じありませんか？うん、ありますね。まあそのまあある種おそらく想像ですけども、菊田さんっていうのはその,そのすごく鋭敏にその時代に反応して。 それでその先を行こうっていう意識が強い人だったんだけど吉永さんはまあどっちかっていうとそうはいかないっていうか変わらないものをこをうどうやって探すかみたいなそういうタイプの思考だからこう合わないんでしょうねなんかどっかで最初の辺りは非常に動詞意識もあったかもしれないけどどっかからはやっぱりこう特に70年代は離れたかもしれないという感じがあります、うん、なるほど、あのー。 例えば、えーとえー、と内藤さんは島根県の,あの、まあ、グラントはですね島根県あの芸術文化センターなどで山陰でのこう仕事とかあの行っていると思うんですけど、まあ、今回山陰と建築という、まあ、テーマであの菊武さんの山陰の,の建築を、まあ、非常に多く取り上げているんですけれどもその中でこう まあ菊武さんの地域性みたいなことがもしあるとするならばどういうところにこうあるっていうふうにう分析されますかね、えっと、僕がいた頃は何、えっとえっと、て言ったっけな蝶野の屋の向かいにできた新古,殿新古殿とかっていうのがやった時で担当は栗原さんっていう人がやってたんですけど。<laughs> あの 蝶野屋と全然違うフォームですよね。で、その時はですね、設備のこととかですね。環境のこととかですね。どっちかっていうと。そっちの方に。意識がかなり強く。行ってたんですね。だから、蝶野屋とずいぶん違いますね。蝶野屋の場合、蝶野屋の説明を。菊高さんから聞いた時は。あの、多分、え、あの。えっと、いくつか説明の仕方があるかもしれないけど。あの。 えっとまあ、プレキャストを使ってそれでどこでも最高の品質のものを作んなきゃいけないんだって僕には言ったことがあるんですね。あの日本中どこであれ最高ののの品質のものを作るんだということでとはそのもう一つの方はどちらかというと環境とかそういうのをどう考えるかっていうことが中心でその随分違いがあると思うんです。であの一つは えと出雲とか島根県どう捉えるか蝶野、えー、屋は田舎系だとかいろいろ,いろんな説明の仕方ありますけどもそういう、えー、と割と直接的なその隠由で考えてたのが僕がいた頃はどちらかというとそうではなくてその場所の環境をどうやって建築化するかみたいなことに関心がいってたので今その形がないっていうふうにちょっと言われましたけどそういう理由があるんじゃないかなっていうふうに思うんです。 あの田辺美術館もちょっとそう,そういうところがあってですねその前半と後半の違いっていうのはそういう違いがあるのかなという気がしますけどね。例えばあのまあ体としてこう作られている部分と、うんまあ、天外というか屋根的なものでこう構成が例えば2つにこう見分けられるとするとあの屋根のこう造形として出てくるものっていうのがかなりこう山陰ではいろいろな形があると思うんですよ。 例えば東光園の一番上のシェルのような大山のなんかこう煮姿のような形がありながらも先ほどの長谷川さんの話の萩の視聴者のような白いまさにこう船が浮かんだような天外のような形ですとかなんかそういうところが非常にこうどうしてこう違うのかなっていうのが今のまあ今。 あの見返してみるとすごくたぶんたぶんでも非常にその感覚的なセンサーの鋭い人で僕らよりも数,数倍とか数十倍そのセンサーが強いので何かをこう美しいと思ったりとか、えー、と菊田代さんはその、えー、とプレアナリシスっていう名前で呼んでたけどつまり直感的に捉えたものをどうやって形に下ろしてくるかっていうのが その中に何かこう合理性だとか真実があるっていうふうに多分菊田さんは思ってたと思うんですね。なのでそれをその非常にうまくこうやった60年代とそれかそれだけでは捉えられない環境だとか設備的なことだとかっていうのに入っていったのが70年代っていうふうに僕は思ってるんです。でそこでやっぱり迷いが生じてきたしある種の分かりにくさも出てきたんじゃないかなという気がします。 あのまあ、えー、と時間ももうすぐですのであのぜひ伺ってみたいことはあの菊武さんとまあ共同で例えば松井先生ですとかあの井上先生あの環境ですねあと音響の永田先生ですとかあのいろんな方と、まあ、あの協力をして作り上げていったわけなんですけれども例えばあの長谷川さんは特に構造の方もあの設計あの当時はあの 松井先生と一緒にあのお話の中にこう会議にこう出られたとかあのそういう話を伺っているんですけれども例えばどういうようなやりとりで私ねきっかけさんに呼ばれてきっかけ事務所で建築って面白いかなと思って学校行くよようにに年生になってからしたんですよそうすると何か専攻しなくちゃいけないのですけど早稲田から来てた松井先生の研究室が客気があってよかったんですよ。 いろいろ実験をしていてで私は構造を選択したんですだから三年四年松井先生に構造を育ってた私の多分ね、えー、湘南大とかコンペ入ってる新潟とか、はい、コンペの時に構造家と相談しないと自分が構造家としてやってるんですその後木村先生に頼むんですけどあんまり怒られないで <laughs> その通りやってくれるんで私で、ね、一応構造出身だったんで 北口事務所行ったら、松井先生に会うの。親しく声かけられて、なんか、構造っていうもの、ますます興味を持ってたので。どこへ、なんか、すごい興味を持っていました。で、あの、なんか、そういう。松井先生が。いて、北口さんのイメージっていうのを。相当うまくリードしてたっていう感じが。打ち合わせとか聞いてると、すごいなと思いましたね。二人の、やっぱ、コラボレーションは。 大変すごいものだったんじゃないかなと思いますね。それがなんかいろんな、あの六十年代の作品を生み出してきてた。っていう気がして、やっぱりあの私も出てから北木さんに呼ばれて。あの家庭菜園作るのどうする、こうするとか、環境問題をやろうって言って、なんか。あの呼ばれたことあって、水規袋のあの事務所に。その時も。そういう造形的なことや。 加工的なこととか一切なくて、もうどうしてあの自然環境を作るかっていうすごいなんかなんだろうな、えー、優しい日常的な話ばっかりする人になって驚いてしまったっていうそうですか <laughs>、えー。驚いてしまった日があるんですよ。夜に呼び出されては伊藤さんとあと誰だったかな四五人数であの日常生活の中の環境っていうものを 提示してこうっ、ね、そうそれ僕が担当者だったあそうだったかな聞き事務所の側の僕が担当者でで,で長谷川さんと伊藤さんと富永さんが集まってこうそうです、ね、やってたんですねもう全く建築家としての60年代の聞きたけさがいませんでしたねうんそうか内藤さんがそう,そうだリーダーだ <laughs> あ,あの頃はだからちょうどオイルショックがあったりとか えとそういういことがあってエネルギーいや多分エネルギー危機っていうことが初めて日本で話題に大きく話題に乗った時代でじゃあどうするんだっていうんでサスティナビリティだとかその、えー、と自律的な建築っていうのはあり方はないのかとか今多分今議論してるようなことのほとんどをですねあの、えー、といわゆる長谷川さんとか伊藤さんと富永さんとで勉強会みたいな形でもうほとんどやってたやってたと思うんですよ。うん だその意味ではものすごいは早いんですよ北田さん。こ <laughs> 一歩も二歩もこうかなり、ね、先を行って、あの、うん、先見的な挑戦みたいなのをされてま、ね、ういう勉強させてもらいました。<laughs> <laughs> 自分にとっては割と北田さんがその頃やってたことはあの大事なことで、あの私は東京大にで十二年もいましたけど、なんかあの。 冷暖房とか空気を考える会社に派遣されたり篠原先生に、えー、照明のことを考えることに清家先生に派遣されたり木村先生に構造を考えることにどっか派遣されたりいろいろとなんかアルバイトをくれたんですけど3人の先生がそれはすごい自分にとってエンジニアリングなことを考えるエンジニアリングのことを私は考えることを 篠原県にいるとき学んだですね。その頃に。読んでいただいたんです。で、環境のこととかも、またやんなくちゃいけないんだということを <laughs> いただいたりして、割とそういう意味ではどこだい12年も行ってしまいましたけど。大学で学んでないことを学ぶ時期でした。なんかやはりこう。技術への挑戦みたいなところが、あの菊池さんの中でこう常に。 あ,のあったかなと思うんですけれども例えばあの遠藤さんにあの伺いたいのは松井先生とのこう共同で例えばあの針のこの針性をこう決めるのもあのやはりあのまあ共同でこう話しながらその場でこう当時はこう決められてたっていうようなお話もある、うんそ。その今必要なことをあの その時現れるんじゃなくてその今聞いてることは別としてですね別の答えがいっぱい出てきてたんですね。でそれがやっぱり菊竹事務所の財産だったし松井先生もすごく喜んでたと思うんですよね。で松井先生は構造好きなんですよ。だからちょっと あの珍しい梁の提案を菊池さんがするともうすぐ計算してですねあの鉄筋から何からみんなもう入れちゃうんですね。でそう,そういうところがやはりすだから例えば東光園の,の1 2ルごとに建ててる柱ですけど最初はあれ6本でですね1本の柱が。 メーータ角,角だったんですねで2ー角じゃもうとてもどうしようもないんでなんとかしたいって話しているうちにあの抜きっていう考えが出てきてじゃあ柱をこう少しずらして分散しようっていうと中心の柱が9 0ンチ角で周りの柱が5 0ンチ角っていうふうにもうどんどん小さくなっていく。だからあのそれはあの えと京都国際会議の会議場の時いろいろ構造をやりましてねその時いっぱいあのこうたまたまあの京都が落ちたもんですからみんなあのすぐさま新しい現場が始まったり新しい設計が始まったりそうすると一人一人 担当するナイトさんナイトさん長谷川さん長谷川さんってなるとその人たちがそこで自分たちがいっぱい提案したものを全部新しい建築を設計の時出していけたんですね。ですからあの、えー、と京都国際会議場が万が一一棟になってたら東高園も生まれなかったし佐渡も生まれなかったし。 宮古城も生まれなかったんですねですからあの京都国際会議場をもっと締めとくともっともっといろんなものが出てくると思うんですけど、まあ、そんな考えであの僕はあとの設計はずっとしていましたけどね。あの松井先生の授業を大学で受けた時にまだ覚えてるんですけどまあ ともかく難しい授業でね内容はほとんど分かんなかったんですけどねその時にね菊田さんの話をちょっとされたのをねまだ覚えてるんですよ。それで、えー、っとその時に何かね菊田さんはすごいんだっていうことを言われてそ,れはその松井先生はね10年前にあった、ね、建物のね地中張りのあり性とかねそういうのを全部覚えてるんだっていうんですよねあの頭の中にだから入っているわけですよ。 それはねすごいっていうふうに言ってましたねなそういったのを覚えてますねあそうかと過去にあった建物のそのえっ、ー、とコンクリートの寸法だとかスティーブの寸法だとかうそういうのは全部木崎さんの頭の中に入ってるっていうのがすごいって言ってましたね <laughs> 多分だから尋常じゃなかった記憶力もだいの尋常じゃなかったんだと思いますねなんか蝶の矢のあの

始まりはバルサで50分の1の模型作ったんですね。と、ええね、いうのは長野屋はあの出雲大社の僕らは、まあ、いろんな考えがありますけどねその中の一つはあの出雲大社境内の だいうに思ってたんですですからあの山から光が出るのはもうなんかそ,それが目的みたいな考えもあったんですね。でそ,れその,あのバルサの模型を作って、えー、と得意になって中に照明を入れて僕らが騒いでたんです。でそこにね数え上るさんが入ってきましてね。でバーッて見ててね。 いいやこれ重よよって言うんですよだからその警戒さんがなかったそれで菊田さんもちょっと離れたところにいて僕と誰かがやっぱり和枝さんに説明してたんですそれで和枝さんは帰っちゃったんですだから菊田さんはね「もうすぐ考えなさい」ってでどこが重いか考えろって言って「明日の朝まで」って言われてねそれでそ,その中の一つが 柱を動かす。うんうん、でもう現場では杭打,打ってたんですよ。<laughs> それで明石松井先生のとこ行ってあのこ「こうちょっと話したいんだ」って言ったら「いやまたか」って言いましたよね「またか」って言ってそれで「もう遅いんだよ」って言いながらやってくれてで杭,杭があの杭はそのままでね少し足したのかな。 であの基礎をねキャンテレーバーで出したんですよ。で出来上がった時ね出来上がったってその,あの構造があの設計で解決した時あの世界あの初めてだぞって言うんで遠藤「あの基礎がキャンテレーバーって言ってたな」って「<laughs> <laughs> もうそんな建物は世界中にないから」って言われて,てそ,そ,そ,それいただいてきたんですけどね。 いや非常にあの面白い話をありがとうございましたえっとそれではですねあのあのいろいろなあの話をあのいただきましてあのありがとうございますえっとそろそろあのえお時間とえなってきましたのでまあ,あの本来ならあの会場の、えー 観客の方からです、ね、質問等を受けたいところなんですけれども i t にくオンラインというところで無観客で行っておりますのでこちらでオンラインパネルディスカッションの方を終了させていただければと思っております。 えと当日、えー、展覧会の中ではあの、まあ、本日の、えー、シンポジウムで、えー、いくつかあの紹介がありました、えー、例えば萩、えー、市民館それからホテル東公園出雲大社長野屋やあの京都国際会館のあの。 模型なんかもですね、あの展示されていると思いますので、あのぜひあのご覧いただければと思います。えそれではあのこれでオンラインパネルディスカッションを終了させていただければと思います。あの三名のあの皆さんどうもありがとうございました。